行政広報番組をご覧の皆さん、こんにちは。今月のマイタウン新居浜はご覧の項目をお伝えしていきます。はじめはこちらの項目です。こんにちは。新居浜市地域包括支援センター健康長寿コーディネーターです。新型コロナウイルス感染症は収束していませんが、新居浜市でも新しい生活様式を取り入れながら地域での活動が再開されています。外出自粛が解除されてやっと出かけられると思ったけど、この暑さなんか外に出るのが億劫になりませんか？本当に暑いですね。熱中症が心配で外出を控えるという方もいますよね。家でクーラーつけてテレビを見て過ごす、これなら熱中症になる危険は少ないけど、それって閉じこもりみたいじゃないですか。え、閉じこもり？一日のほとんどを家の中や庭先、自宅の周りで過ごすことを閉じこもりというんですよ。閉じこもりになると様々な体に良くない状態が引き起こされます。特に高齢者は注意が必要なんです。なるほど。閉じこもりについてもっと詳しく知りたいです。そこで今日は閉じこもりを予防し、社会参加をして活動的な生活を送るポイントや、実際に地域の通いの場である健康長寿地域拠点中村まつぎ拠点に参加されている皆さんの様子をご紹介します。それでは早速、閉じこもりがどのようなことを引き起こすのか見てみましょう。閉じこもりの生活が続くと、動かないことにより活動量が減少し、筋力やバランス感覚が低下したり、食欲が湧かず低栄養になったり、お口の健康が損なわれたりすることがあります。また人との交流が減り、会話も少なくなることで気分的に落ち込んでうつ状態になったり、記憶力や判断力などの認知機能が低下する恐れもあります。それまでほぼ自立した生活をしていた高齢者でも、何かのきっかけで閉じこもりになると心身機能の低下をきたし、寝たきりなどの要介護状態になってしまうこともあります。では閉じこもりの原因とはどのようなものなのか見てみましょう。閉じこもりを引き起こす原因は大きく分けて3つあります。1つ目は、最近つまずきやすくなったなとか、足や腰が痛いんだよねといった体の問題。2つ目は、憂鬱だなとか、外は好きじゃないんだよねといった心の問題。そして3つ目は、新型コロナウイルス感染症の流行や外は暑いからといった社会や環境の問題。これら3つの要因が相互に関連して閉じこもりを引き起こします。つまずきやすくなった、暑くて出かけたくない、そんなちょっとした些細なことが閉じこもりのきっかけになるんですね。ちょっとしたことが原因だから、自分が気がつかないうちに閉じこもりになっているなんてことがありますね。そうですね。では閉じこもりにならないためには一体どうすればいいのでしょうか。閉じこもりを防ぐポイントをご紹介します。活動的な生活を送りましょう。外出する機会を持ちましょう。買い物や畑仕事、近所への散歩、通院など、これらはすべて外出です。外出すれば人と出会い、自然と会話などの交流の機会ができます。ただし新型コロナウイルス感染症予防のため、症状がなくてもマスクを着用したり、家に帰ったらまず手洗いをするなど、一人一人が基本的な感染症対策を取ることが大切です。地域の活動に参加しましょう。公民館や自治会館などで開催されている健康長寿地域拠点や趣味のサークル、
ボランティア活動など地域の活動に参加しましょう。ただし、活動に参加する際は人との距離を十分に確保したり、屋内の場合はこまめに換気したりして、密集、密接、密閉の3密を避け、感染症予防対策をしっかりとりましょう。家庭での役割も大切にしましょう。洗濯、掃除、食事の支度など、自分でできることは自分でしましょう。家庭内で役割を持つことで自信がつき、意欲の向上にもつながります。生活リズムを整えましょう。起きる時間や寝る時間を決めて、生活リズムを整えましょう。また、食事は朝、昼、夕の3回とり、バランスのいい食事を心がけましょう。新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、直接会って交流することが難しくなることも考えられます。そのような場合には、家族やお友達と電話で話をしたり、手紙やメール、SNS などを活用して交流しましょう。ちょっとした挨拶や会話も大切です。外出しにくい状況でも、意識して交流を保つことで、家族やお友達同士、互いに支え合うことができます。また、食料品や生活用品のお買い物、病院への移動などに困ったときに、助けを呼べる相手をあらかじめ考えておきましょう。いざというときに備えて、事前に話し合っておくと良いかもしれません。なるほど。人と直接会えない場合は、工夫して交流することが大切なんですね。ここまでの話で、高齢者にとって外出する機会を持つことや、人と交流することが大切だということがよく分かりました。でも、何か目的がないと外出する気にならないし、人との交流も難しいですよね。そうですね。車や自転車に乗らなくても気軽に行って仲間とワイワイできる、そんな場所があったらな。そんな時は健康長寿地域拠点活動がおすすめです。健康長寿地域拠点活動って何ですか？健康長寿地域拠点は、自治会館などの身近な場所で自分たちが運営している通いの場です。ここでは、新居浜元気体操介護予防編、ピンピンキラリ体操、通称 PPK 体操をしたり、趣向を凝らしたレクリエーションや沢会などの活動を通して、介護予防や健康づくり、仲間づくりなどに取り組んでいます。現在は新しい生活様式を取り入れながら、多くの高齢者が集まって楽しく活動されています。その中から今日は中村まつぎ拠点の活動の様子をご紹介します。中村まつぎ自治会館です。ここで皆さん活動されています。入り口には手指消毒が置かれていて、必ずここでまず消毒してから2階へ上がります。ここが活動する部屋です。換気を良くするために窓も入り口の戸も開けたまま、椅子は人との距離を十分取るために間隔をできるだけ広く置いて置かれています。この椅子ですが、実は始まる前にお当番の人たちがきれいに拭いてくれているんです。皆さん、今日は健康チェックしてきましたか？はい。で、大丈夫ですね。皆さん体調大丈夫ですね。はい。で、下で消毒あるんですけど、皆さんしてきていただいてもいいですか？で、まあ、暑くなりましたので、ちょっと水分をこまめに、ちょっと休憩もちょっと入れようかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。こうやってみんなで協力して新型コロナウイルス感染症を予防しながら、安心安全に活動しています。
ではここから皆さんが体操している様子を少しご覧ください。体操をした後ですが、3人の方に残っていただき、お話を伺いたいと思います。インタビューは、市民体操指導士の増田さんにお願いいたします。市民体操指導士の増田です。ソーシャルディスタンスをとってお話を聞きます。週1回の拠点活動ですけど、はい、長く続けてこられていかがですか？はい、そうですね。一緒に手伝ってくれている人もいるし、でそれなりの役割を持ってみんなやってくれていることと、それでみんな楽しそうに、体操ができていることが良かったと思います。それと体調不良で辞められた方もいるでしょ。でその中で、人数もだんだんとまた増えてきているので、それが良かったかなと思います。そうですね。町田さんいかがですか？はい、私の場合はお友達がたくさんできたことです。同じ地域の人ばかりでもこの PPK に参加してなかったら仲良くお話ができなかったから、それが良かったなと思います。山野口さんいかがですか？私もやっぱり皆さんに会えるのが嬉しいし、それで体操も楽しいんです。それで体操で習ったことを時々家でもしてます。それってコロナの時に家に行った時に役に立ちましたよね。私もズボンを履く時なんかちょっとこうふらついてたんですけども、ふらつかなくなって、これも体操を長いことしてた効果かなと思います。皆さんも体操の効果はいかがですか？私来る時と体操が終わって帰る時と体の軽さが違うんですよ。それを感じます。良かったなと思います。歩いていてもしっかりと歩けていると思います。はい、やっぱり私も体操した後はなんか体が軽い感じがします。ここが皆さんにとって大切な場所になっているのがよく分かりました。ところでコロナで3月から3ヶ月間活動ができなかった時期がありましたね。その時はどんな気持ちでどんな風に過ごしましたか？私の場合はグランドゴルフとか犬も飼ってるので犬の散歩とかしてます。でそれで広場で自治会館の横ですのでね、で、やっぱり自治会館を 見た時は早く始まらないかなという感じはしてましたね。庭の草を抜いたり農園の様子を見に行くんだけど、おしゃべりができないのが寂しいです。私も畑をしたり、屋敷の草も引いたりしてたんですけど、6月から始まるので皆さんに会えるのを楽しみにしてたんです。以上です。再開後もみんな変わらずに集まってくれましたよね。コロナで活動ができない時があったからこそ、改めてこの活動の大切さを感じました。これからも私たちピンピンキラリで輝いていきましょう。ピンピンキラリ。中村まつぎの皆さん、本当に元気いっぱい、笑顔にあふれていました。通いの場に参加して、体操やおしゃべりをすることで、いつまでも
生き生きとした生活が送れます。元気なうちから通うことで、たとえ心身が衰えても変わらず通い続けることができます。また地域にとっても人と人とのつながりが強くなり、地域全体が元気になります。こうした自治会館を使った通いの場、拠点は新居浜市に95箇所あります。すべての拠点を載せたワクワクマップを作りました。スタジオの辰巳さん、紹介をお願いいたします。ワクワクマップは川西、川東、上部東、上部西の市内4県域でそれぞれ作成しています。拠点の場所のほか、シニア交流センター、公民館、総合病院、ショッピングモールなどの場所も地図で確認できます。またお住まいの地域から主要な公共施設や病院までバスに乗ってお出かけする方法を示した新居浜市路線バス活用ガイドブックもあります。市内路線バスの路線図や利用方法を掲載しています。さらに高齢になっても住み慣れた地域で暮らしていくための活動の場所をはじめ、さまざまな行政サービスなどを掲載しているシルバー暮らしの手引きもあります。これらの資料は地域包括支援センター窓口で配布しているほか、インターネットの虹色ケアポータルというサイトで見ることもできます。虹色ケアポータルを見る方法は、新居浜市ホームページのトップページにある事業 PR バナーから、新井さんと浜ちゃんの虹色ケアポータルをクリックします。すると新井さんと浜ちゃんの虹色ケアポータルのトップページに移ります。新居浜市路線バス活用ガイドブックシルバー暮らしの手引きを見たいときは、シルバー暮らしの手引きをクリックして、それぞれ見たい資料をクリックすると内容を見ることができます。拠点の場所を知りたいときは、社会資源マップをクリックして、施設区分から社会資源を選択し、 PPK 体操自治会拠点にチェックをします。続いて地区から新居浜市をチェックして、探したい県域にチェックをします。今回は川西を選択します。そして検索実行をクリックすると、拠点がある場所に黄色のピンがマッピングされます。黄色のピンをクリックすると、拠点を開設している自治会名と会場となる自治会館の住所が表示されます。閉じこもりを防ぐためには、活動的な生活を送ることが大切です。そのためには、外出を通して地域や家庭での役割を担い、人や社会との関わりを増やしていくことが大切になってきます。本日ご紹介した資料も活用して、積極的に社会参加をし、生き生きと活動的な毎日を送りましょう。本日ご紹介した健康長寿地域拠点や各種資料、その他介護予防に関するお問い合わせは、新居浜市地域包括支援センターまでお電話ください。地域包括支援センターは皆さんの健康づくりを応援しています。新居浜市行政広報番組をお伝えしました。引き続きインフォ新居浜をご覧ください。